はい、ハンマー家の本家の本物貴族のハンマー岩先生です。歴史的に私がしたことですね、大きなことをちょっと一つね、2回目の母のおじいさんがですね、防衛庁の技術研究所の所長をやってまして、有名な皆様方が聞いてる有名なね、言葉をちょっとね、は誰が作ったのかということですね、言ったのかというのをちょっと知らないんでね、ちょっと有名な言葉を言った内容は誰が作ったか誰が言ったかということをね、ちょっとご説明します。戦後の時ですね、となる時ですね、長崎とか広島に原爆が落とされた時ですね、戦争中の時ね、その時に、昭和天皇がね、戦争をやめるということで、ラジオ放送で話した有名なことですね。戦争をもうやめにするということでね、話した言葉、これはね、じいさんが、2回目の母のじいさんが話したことなんですね。これね、昭和天皇が話したんじゃないんです。防衛庁の技術研究所の所長のじいさんが話したことがあるんですね。と言いますのは、じいさんが防衛庁の技術研究所の所長をやってまして、で戦争中の時にね、じいさんが偉かったんで、原爆と広島のその科学的なね、強さと技術的なのにはもう勝てないと、ね、原爆にはちょっと私のうちの方では持ってなかったんでね、まだね。それでね、日本の軍事力のでやっぱり一番その偉かったもんだから、その最高一番偉いね、じいさんが、日本のね、軍事の事情とか代表だったんで、それでね、昭和天皇に命令したんですね。でそういうふうに言わせるようにさせたんで、当然ね、戦争を降伏するというかね、負けましたということで言わせるのはね、昭和天皇は死刑になる可能性は当然あるわけですね。それに対して天皇は強制的にね、その敗戦の言葉を天皇の責任としてね、言わせたと。で日本をその打撃というか大きい被害を受けないようにということでね、考えて天皇に命令させたんですね。でその内容が敗戦の時に、昭和天皇が話した言葉、これは2回目の母のじいさんが命令して話させた内容なんです、全部ね。有名ですね、ラジオ放送で今でも残ってますけども、というのをちょっと知らないんでちょっとお話ししときました。ハンマー岩先生でした。